はい、今回もブレイブリーデフォルト2をプレイしていきます。前回、最初が主人公パーティーを狙っていたり、変な喋る魔物と仲良くなったりしたところだったね。で、今回は周辺の探検を行う。ついでに、すっぴんのジョブレベルも上げるぞ。獲得 CP アップがとにかく欲しいお年頃。なんか、クエストがちらっと見えたけど後回し。今の私は連戦というシステムを使いたくてしょうがないぜ。いい感じに誘導してからの、ここだ。今やったように、2体以上のモンスターシンボルに近づいて戦闘に入ると、連戦になって獲得 JP が上がるんだとか。いつものように探す連打からのファイア連打。さあ次のやつ、来いや。何？さっき消費した BP がそのままやんけ。今までは戦闘終了したら BP がリセットされるからって前借りしまくってたけど、連戦だときっちり BP は引き継がれるよ。む、どうするか。サブジョブにしておいたヴァンガードの技、2段切りを4連打してみるか。1回の2段切りで200から300ダメージ。強くない。今までは戦うしか物理攻撃手段がなかったけど、頼りになる物理技を覚えられたね。こいつはいいな。戦う強化サポートアビリティも多いけど、戦うメインにするか特殊技メインにするか悩ましいな。あ、さっきの戦闘では2連戦で JP1.1 倍になってたよ。1.1 倍はちょっとしょっぱいな。自力では2連戦ぐらいまでしかできなさそうだし。敵を引き寄せるアイテムとかを使えって話か。アイテムを使って大量に連戦すれば倍率もどんどん高まるらしいね。まあ、その辺は別の機会に試そうか。だな。連戦は試したかっただけだし、周辺の探索を続けましょう。町の北にある橋を越えたら、なんかバイコーンみたいなやつがカッポしてるな。ドラクエ1方式で橋を渡ったら敵の強さが1ランク上がるのかもね。すっぴんのままだと危ないかもしれんな。この辺は本気のジョブで探検しよう。ドキドキお着替えタイム。おっと、アデルさんは黒魔導士じゃなくてヴァンガードね。しかし、各キャラクターに各ジョブ専用の衣装があるのが豪華だよね。ジョブが全部揃ったら鑑賞会とかしてもいいかもしれんな。装備も整えたしセーブもした。さあ戦闘だ。うお、私の立ち絵が邪魔で見えないけど。馬型が3体に妖精型が3体。多いな。馬型、見た目が怖いからユニークモンスターかと思ってたけど、普通のチャコ扱いだったね。とりあえず調べるか。シルフ、フォーファーね。はいはい。フォーファーは狩猟だからケアル連打でも倒せるね。シルフは弱点が少ないな。精霊は属性弱点が少ないのかな。まあ、いつものブリザード連打で行こうぜ。困ったら魔法を4連打。あ、もう MP がない。魔法は唱えられん。おっと、装備は整えても MP は整えてないね。さっきと同じように、ヴァンガードの2段切り連打でなんとかするか。やっぱ、2段切りめちゃめちゃに強いな。MP を使う技だから、そんなに乱用はできないけどね。おお、シールドガシとかプロテスとか、いろいろ覚えるな。いいぞいいぞ。さて、この辺のジャコを相手にしても通用することが分かったところで、近くにダンジョンっぽいマークがあるな。ちょっと見に行ってみるか。入れるかな。門前払いされそうな気もするけど。あれ、入れちゃったよ。いいの？メインクエストでは訪れない寄り道ダンジョンなのかな？まあいいや、ここには11個の宝箱があるらしい。締めこそぎソースさらっていこうぜ。いた。なんだこのウーパールーパー。2発食らったらエルビスが落ちるほどの火力があるね。エルビスの防御面が心配だな。まあ魔法4連打でなんとかしてくれ。何、魔法4連打で生き残るやつがいるとは。敵によって最大 HP の揺れ幅が大きいのか、たまに最大 HP600 ぐらいの敵も出てくるようになったね。魔法4連打で反壊させて戦う4連打で一掃って感じがいいのかね。そしてスキアラバ探す。今後も出品はサブジョブの限り使っていくぞ。お、エルビスのファイラを覚えたね。非魔法であるファイアの強化版だけど消費 MP が38とかなり大きいので当分は封印かな。お、星のペンダント発見。なんじゃこりゃ。装備すると毒無効になって HP を回復力が上がるね。回復力ってのは初めて見るステータスだな。まあ名前のまま回復魔法とかに関わるんだろうな。魔法攻撃力とは別概念なんだな。ヒーラーと魔法アタッカーでは装備も違ってくるんだろうね。とりあえずグローリアに装備させておこう。で、この資料っぽいテクが気になる。先制攻撃。私の番ね。当たり前だけど狩猟だったな。せっかく出しけあるで倒してみようかな。あ、魂の天使とかいう技をグローリア様のクラスだ。これストップ状態か。タイムゲージが全く動かなくなっちゃったね。しゃあないしエルビスで倒したがストップとは厄介な。さて、今日も今日とて魔法4連だった。水星モンスターだらけだから、サンダーの効きがいいね。何、中央の敵、魔法カウンターでケアルを使いやがる。おっと、魔法4連打にしっかりと対策を取ってきたね。今のところ、狼が物理カウンター、この植物魔法使いが魔法カウンターの地下。相手の得意な土俵で戦うなどってことなんかな。じゃこ戦を作業兵にはさせないぞという制作者の熱意も伝わってくるね。まあ油断できないじゃこ戦は私も望むところだな。カウンター持ちの敵はしっかり覚えておこう。結構奥まで進んだと思うが、あれ、ボス直前のセーブポイントがあるぞ。ボス、このダンジョンにもいるのかな。とりあえずセーブしてから進むか。明らかにボスがいそうな場所だけど誰もいない。もしかして今来るべきではなかった。もしかして後々にここで最小と戦うとか、それはあるかもしれん。まあいいか、下見ができたと思えばあとは宝箱を開けて帰っただけだし、ここで動画を切るぞ。何の目的もないダンジョン探索だったから駆け足で終わらせたけど、今後のシナリオに関わるダンジョン探索はもっとゆっくりした動画にするよとは同行者の言です。といったところで今回はこの辺りでお疲れした。良ければフォローやチャンネル登録よろしく。